本日も毎日展望をお届けしてまいります。展望をお付き合いしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、5日間シリーズで開催されております日韓コム杯、本日5日目最終日、優勝戦日を迎えました。はい、さあ、長谷さん、いよいよ優勝戦日を迎えましたね。はい、さあ、ということで本日の第12レースで優勝戦が争われます。さあ、長谷さん、4日目には準優勝戦が行われたんですけれども、うん、イン逃げしっかりと決まりましたね。逃げ、そして本命人気最後の、ね、決着でしたけども、うん、さあ、優勝戦メンバー6人が出揃いましたので、はい、ぜひ皆様も本日の最終レースまでお楽しみください。それでは長谷記者には優勝戦メンバーの気力評価からいただいておりますので、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ、日韓コム杯の優勝戦、ご覧のメンバーが出揃いました。さあ、ね、面白いメンバー揃いましたね、豪華メンバーが面白いメンバー、まあ、そうだよ。 あ、多分あの人のこと言ってんだろうな。そう、あの人のこと言ってるんですけど、ちょっと言い方がちょっとね、あやよかったです、はい。さあ、まずはこの、6選手が、出場いたしますけれども、さあ、モーターの評価お願いいたします。やっぱり準優1号艇だった、うん、1、2、3号艇下條、土屋、原田、まあ、各選手ね、うん、がね、気力的にはいいと思いますね。はい、下條選手は見た目がいいですね。うん、あの回っての押し、はい、まあ、行き足っていうんですかね、うん、回ってグイーッと行くのが、まあ、彼が握れば握ったほど前に行くような感じの足になっててね、はい、見た感じいいし、はい、まあ、前回ね、大村お盆のレースは優勝してますけどね、うん、その時よりもいいし、まあ、今年はね、はい、なかなか大村でエンジンが仕上がらなかったけど、今年の大村の中では一番いい足になってると思いますね。いいですね。ただね、土屋選手がこれで、はい、僕の中では良くないモーターと思ってたんですよ。うん、ノーマークだったんですか？いや、多分苦戦するだろうなと思ったんですよ。はい、ルーキーがあまりにも悪かったね、うん、だってね、そしたらなんか土屋君に、はい、いや、これ悪いないっすよ、まあ、僕がいつも使ってる ABCD とか、はい、モーターのランクで言うと B ランクぐらいありますよ。だから中堅上位は十分にある。でなおかつ彼、はい、タイムが出てんですよね。まあ、昨日の準優だけの、ま、メンバーで言うと、うん、一周タイムも出てたし、はい、回り足タイムも良かったし、はい、なおかつあの上がりタイムがね1分48秒出るとね、まあ、このコンセプトの中でもいいタイムで、まあ、トップのタイムで出てるんですけど、本人はタイムが出るってことはいいんですよ。うん、だから1走目はもらった状態で行ったけど、その時も足は良かったけど、はい、悪かった乗り心地がペラ調整で良くなって、今はもう悪くない。まあ、どこに20丸がつくかって言ったら出足でしょうねって言いましたね。そうなんですね。原田幸也選手、予選では多分ね、はい、予選の状態なら僕ね、4点だったと思うんですよ。はい、中堅ないって、うんうんうん、全く中堅ない。はい、だからあの予選が終わった後のシリンダーケースの瀬戸交換、はい、これがもう当たって回って進む感じが出てるんですよね。あ、じゃあ上向いた感じが。原田選手の場合も展示タイム、うん、一周タイム、回り足タイム出てるんですよね。だからタイムがやっぱりその辺は証明してるのかなと思ったので、はい、うん、うち3人はね、はい、まあ、見た目は下條出てるいいけど、でも下條はタイム良くないんですよ。だから見た目では下條、うん、タイムで言うと2番3番がいいという記録評価ですね。そうなんですね。オキス選手、はい、なかなかいいコメントが出ないんですよ。ね、本人としては普通かなって、なんかちょっと悪くはないけど普通かな、はい、でも昨日順位走った下條選手が言うには、うん、はい、オキスさんいい足ですよって、まあ、本人はまだ納得されてないようだけど、なんかレースしてて、あ、オキスさんいいなと思うような感じになってますって言ってましたね。選手間からの評価大事ですもんね。うん、でも確かにオキス選手もね、はい、直線タイムとか出てるんで、うんうんうん、船橋はね悪くないと思いますね。はい、まあ、確かに5と6で言うと瀬能選手は出足は納得してます、はい、ただちょっと伸びはもう少しなのかなという感じはあります、うん、というのは、まあ、このエンジン もね、素性的にはちょっと伸びがいまいちなのかな、はい、でも出足がいいんですよね。うん、ただ瀬能選手で言うとタイムはあんまり、展示タイムは出てるけど、はい、一周タイムや回り足タイムとかあんまり出てないんですよね。気になりますよね。うん、で倉谷選手は着順まとめは、やっぱレースがうまいですね、うん、ただ乗り心地とか出足回り足良くないんで、はい、波があるとよくない、だから波がないところもあればいいんだけど、波があるとね、しっくりこないんだよって言われたので、ちょっと5と6号艇に関しては普通の評価、まあ、10点満点なんでね、はい、普通の5にしてますけどね、うん、はい、わかりました。さあ、ということで本日の日韓コム杯の優勝戦メンバーのまずは記録評価からいただきました。さあ、続いては本日の第12レースの優勝戦の展開予想をいただいておりますので、そちらのフリップをご覧いただきましょう。
さあ第12レースの優勝戦、さあ見どころなんですけれども、新入は混戦も大村連続 VA 下城が燃える、はい燃えるということで、もう新入予想も、はい、これ新入ね、あの倉田さんがやっぱ6号艇にいるということで、はい、まあ普通に考えたら動きますよ ね、はい、そうですよね。ただ下条選手は譲りません、はい、土屋選手は言ってました、はい、誰が来ても入れません。おなるほど。原田選手は、うん、自分の中では臨機応変、うん、ただ4と5次第では角もあるかなと言ってました、はい、なるほど。でも沖津選手は突っ張るって言ってました、はい、なるほど入れませんって。なるほど。瀬野選手はまあ自在とは言ってましたね。はい、倉田選手はね、はい、動くとははっきり言いませんでした。はい、水面に出て考える。あ、なるほど。出ての伺い立てながら。コンセプト見ると、スタート展示ではもちろん動いてますけど、はい、本番で流れを見て、はい、取れない時はダッシュにも行ってますね。うん、だから新人予想は、みんなが突っ張っての枠なり前提スローもあるし、本番では4と5はいかもうねつとか見て、ね、6はいかなければ枠なり3対3もある。あるし。でもコメント的には突っ張るという選手がいれば、はい、1、2、3、4、6までがスローの短期で瀬野選手、はい。もっと考えたらね、はい、だって2と4が突っ張るでしょ。3と5はまあ臨機応変だから。はい、1、2、4、6、3、5というのもあれ、でも原田選手もね、外には出たくないですよね。そうですよね、内寄りの方が。うん、だからちょっと進入はね、ちょっとね、もつれるのは間違いないけど、はい、スタート展示と本番の並びが変わる可能性もあるんでね、あ、まあ、下城選手にとっては楽なインにはなりませんね。はい、そうですよね。うん、さあ、ということで、まず進入予想をいただいておりますけど、ここはね、展示からぜひ注目していただきたいと思います。はい、さあそして印はご覧の通りつけていただいておりますが、はい、下条なんだかんだ言っても印が強いですね、はい、うん、昨日の順位向かって大村今14連勝、はい、そして77走連続3連隊、うん、まあ、1回3着があるだけで、はい、1着が71回とダントツ、ね、2着が5回、はい、そう考えても船足が良ければ、うん、深くなっても行き足がいいのでね、はい、スタートも行きや決めやすいので、まあ、しっかり押し切るだろうと、うん、なるほど。原田選手はイメージとしては住之江の G1 で決めたね、うん、3コースまくり出しでしょうね、はい、素晴らしかったですね。今は回った押す感じがあるので、うん、そう1と2の間にちょっと入っていきたいところがあるでしょうね。そうですね。ただ土屋選手も出足がいいので2コースから粘る、うん、彼が言うには下城選手原田選手とも遜色のない足になったと思います、うん、でも下城さんのインなら下城さんのミス待ちにはなるかもしれませんけど、でもそこいう可能性があるんでね、うん、しっかり2コースから刺していきたいですよね、はい、沖津選手にはやっぱり期待があるのは6場所連続優勝、すごいですよね。本人もまあ優出できたのでまあ狙える形になったとは言ってますよね、はい、うん、ただまあ船足なんだかんだもうあんまりねいいことは言わないけど悪くないんで、はい、やはりこの勝負強さは気になりますよね、うん、でもまあ5と6も3着入れようかと思ったんですけど、はい、ちょっとまあねあんまりね、うん、と思ったのでもうここはもう1の頭からは印通りの234の23着でフォーカスまず本命紙出しました。はい、わかりました。さあ本戦ご覧の通りいただいております。ただ優勝戦狙い目挙げていただきました。あくまでも狙い目ですよね、はい、あの下条選手が負ける時ってやっぱり進入があまりにも深くなってちょっとターンをミスした時ですね、はい、ミスはしないとは思うんですけど、その時もやっぱりまあ誰かが刺してくるのかな、まあ、2が刺すのか3がまくり刺してくるのか、うん、沖津君がやっぱり最近ついてるのも展開ついてくるのかね、そういう時ですよね、はい、でまあ下城選手はとにかくまあ2着までには入るだろうということで、うん、まあまあ、ちょっとまああくまでも狙い目というのも、はい、薄く、うん、抑えたいというところでしょうね。でもまあ下城選手のコンセプト仕上がるとね、うん、押し切る可能性高いと思うんですよね。はい、さあ下城選手もね、大村の地元の2連続優勝をかけての戦いなので、うん、しっかりやっぱり下城選手のこれモーターはね、まあ、前節からまあ調子の上がってるモーターだしね、なおかつボートも 43% あるんでね、じゃあダブルで、うん、だから彼にとっては彼の、うん、まあ、なんかポテンシャルというかね、うん、ターンの、ね、凄さを、ね、引き出せる、ね、モーターとボートじゃないのかなと思いますね。はい、わかりました。さあ狙い目はご覧の通り挙げていただいております。さあ今日は優勝戦ちょっと進入から見どころがありそうな、いや進入ですよね、
ポイントはね、もう楽なインダでも新入学大本命ですよと思って、はい、原田幸也との一騎打ちかなと思ったけど、そうですよね、新入学どうなるか分かんないんでね、うん、だから6番とか5番もね、うちに入ればね、はい、まあ、ちょこっと展開も拾えるんでね、はい、だからまあ印は回ってないし目は出してないけども、うん、気になる存在ではありますよね、はい、そうですね、ぜひ注目していきたいところですよね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。さあということで本日の第12レースの優勝戦本戦そして狙い目このように挙げていただいておりますので、ぜひ皆様予想の参考にされてお楽しみください。さあ本日も毎日展望お付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。さあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。